木の下にミラーがあります。ミラーってさっき言ったミラーだよね、このミラーね。で距離を測ると、レンズ見てないわ、なんか目が見えない。この辺でここで 20.133 って書いてあるんだけど、この木の高さは 20.886 ですよと。21ぐらい、ね、機械が自動で動くよっていうのを教えますけど、で後ろにいる人たちにこのボールを拾ってもらって、あっちに転がしてもらえて、でそれを機械の方に 11.24 人工衛星があるのが、こっちの方に行くんでしょ。ああ27番、まあ、あっちの方に今こっちの方だよ。そうそうそう、向こうの16どこに今人工衛星が空飛んでますよ。ボールを投げたり機械を実際に触ったり見てできたことがちょっと楽しかったです。なんかボールを投げてそれも測れるっていうのがなんかすごかったです。やっぱり機械はすごく正確に測ってすごいと思いました。上に飛んでる人工衛星をこの地球で見たことが楽しかったです。測量の機械を使うことで自分の目で見ているものよりも正確に測れることがありました。イチョウの木の距離と高さを測ることが楽しかったです。みんな本当に元気に仲良く、本当にいろんな機会を見ていただいて楽しくやってくれていると思います。若い頃からやっぱりその小さい頃から興味を持っていただければ、はい、測量人としてありがたいなとそういうふうに思っております。こういう機会をこう子どもたちに体験の機会を与えていただきましたので、まあ、これを機会に測量というものにこう興味を持ってもらって、まあ、算数や社会科の勉強の時に思い出してもらって、興味を持って取り組んでもらえるようになればなと思っています。